はい、こんにちは。不動産の目で世界を語る YouTuber、国際不動産エージェント、鈴木でございます。いつも動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は久しぶりに中国ネタで動画を作ってみました。今、巷の話題になっている中国最大、そして世界最大の不動産企業、広大集団。 の経営危機問題がテーマです同社が約30兆円に及ぶ巨額の負債を抱えて倒産するのかどうかそれを習近平政権が救済するのかあるいは見殺しにするのか見殺しにした場合中国の不動産価格や株価が暴落して世界を巻き込んだリーマンショックのような経済危機の引き金になるのかというお話をしますね。うん 今回のテーマを大きく分けて3つあります。広大集団とは何なのかどれくらいやばい危機なのか習近平政権はどうするのか処理を誤ったとき、中国、世界に与える影響はどうなのかです。1番。 恒大集団というのは中国・広東省に本拠を置き香港株式市場に上場している中国本土を中心に展開してきた不動産企業です。陶器上の本社はカリブ海のケイマン諸島に置いています。英語名はエバーグランデグループ。同族経営の企業としては世界屈指の規模を誇り創業者は中国3位、世界22位の大富豪です。 サッカー好きな人はヨーロッパの有名選手を引き抜きまくって今や中国最強チームとなった広州広大 FC を思い浮かべるかもしれません。広大は中国国内では基本どの都市でもマンションやオフィスビルを作っています。ベトナム国境近く広西治安省自治区の南寧市に出張で行った時も街の真ん中に広大集団が手掛けた高級マンションがありました。 そして、広大は多角経営しており、電気自動車を作ったり、中国各地に同世界というテーマパークを作ったり、広大ブランドのミネラルウォーターを売ってたりします。中国では誰もが知る超有名企業というわけです。社員数はなんと20万人に上るという、不動産こそが中国の経済成長の原動力となってきました。不動産投資は 国内総投資額の約3割を占め、不動産価格は30年間右肩上がりを続けました。中国本土の不動産価値の合計はアメリカの2倍、ヨーロッパ全体の3倍にもなります。なんだか不動産バブルに沸いた30年前の日本を彷彿させますね。2番です。その広大集団。 の経営危機はすでに数ヶ月前から一部の中国系ユーチューバーやネットニュースが取り上げてきましたが、日本の地上波でも取り上げられたのはここ1週間ぐらいのことです。今、中国深センの恒大集団本社で起こっている金返せデモの情景をテレビで見たことある方はいると思います。 あれは理財商品といって、高大集団が出している高金利投資商品が焦げついて、その債権者が金返せと言ってるんですね。恒大集団は社員にも自社の理財商品を買わせてて、当然ながら抗議を受けているようです。ネットで内部告発もすごいようです。 それ以外に恒大集団は世界中からお金を借りていてもうすぐ米ドルで償還すべき2兆円とも4兆円とも言われる社債の返済が不履行になる可能性が高いようです9月23日が返済期限とのことです恒大集団の株価は2017年のピーク時の10分の1に下落し2009年の上場時をも下回っています フリーフォールのように毎日落ちまくっています。広大集団、今後どうなるのでしょうかその前にいつものやついきますね。私、鈴木はマニアック系不動産 YouTuber として、日々動画更新を頑張っています。ぜひともいいねとチャンネル登録をお願いいたします。皆様もご存知の通り、中国は一党独裁。 統制経済の国です。共産党政権が処理しようと思えば、強権的に力技で処理できてしまいます。ただ、それでも広大集団の問題が、今、中国内外で騒がれているのは、習近平政権がこの問題を処理しない、つまり、見殺しにする観測が強まっているからですね。それは経済合理性とは関係なく、政治環境の問題です。今、習近平政権は、 性的の胡錦濤、江沢民グループと熾烈な権力闘争を戦っています。それも生きるか死ぬか、殺すか殺されるかのレベルのようです。習近平が恒大に象徴される不動産利権を好まないのは、要は政敵側の資金源になっているからです。これまで習近平は IT や教育産業を目の敵にしてきましたが、 それも政治的に勝つための強権的措置と言えます。そういう背景があって、習近平が政治的理由で高大集団を見殺しにする観測が高まり、国内外に緊張が走っています。仮に見殺しにした場合、中国国内経済への影響はかなりえぐいと私は思います。債務の問題は高大集団だけではなく、中国の不動産業全体に及ぶからです。 最近出た中国企業債務ランキングトップ10のうちなんと8社が不動産企業です恒大グループだけで30兆円上位8社合わせると150兆円まあ問題は債務総額だけで見るべきではないですがそもそもこの不動産業界の苦境自身が直接的には習近平政権が作り出したものでもあります 30年間上昇を続けすでに限界に来ているとされる中国各都市の不動産バブルを抑制するためいろいろな政策を行っていますが中でも一番効くのはお金の蛇口を止めることつまり金融機関から不動産への融資総額の上限を決める総量規制なんです今から30年前日本の不動産バブル崩壊のきっかけとなったのも送料規制でしたが 今の中国も同じことをやっているわけです。そうなると一番困るのは恒大集団をはじめとする不動産デベロッパーなんですね。これまでギリギリまでお金を借りて建てまくってきたのが、これまでのように金を借りられなくなり、資金ショートするようになりました。デベロッパーという商売は販売して 資金回収するまで長期にわたりいろんな支払いをしなければなりません銀行への管理払いもあるし社員の給料、材料費、仕入れ外注先への委託料などが日々発生しますので資金ショートしたら仕事が止まります高大集団は利財商品も含めて一般投資家から資金調達もしているわけですが今やそれさえも返せなくなっているようなのですでに末期症状と言えます 3番です。習近平が恒大集団を見殺しにすることで予想されるのは、まず国内不動産デベロッパーや関連会社の連鎖倒産ですね。巨額債務を抱える不動産デベロッパーを国が助けてくれないとなれば、金融機関だって安心して金稼げませんし、資金回収に走るでしょう。ウォール街など海外外から外資で 資金調達している場合も多いはずで、債権者たちも資金回収を試みるでしょうから、間違いなく資金繰りがきつくなるはずです。不動産、建設業は中国の基幹産業で、裾野のがとても広いです。広大集団だけで20万人もの社員を抱え、得意先、外注先もものすごく多いはずです。広大集団以外の他の大手デベロッパーも相次いで倒産するようなら、 失業、廃業をはじめ国内経済への影響はかなり大きいですね。暴動も中国全土で頻発すると思います。人数が多い分、不動産業を潰す影響は規模的にこれまで習近平が目の敵にしてきた教育産業、IT 産業の比ではないでしょう。 経済合理的に考えればそして職を失う何十万何百万の労働者や家族のことを考えれば影響が大きすぎて潰さないのがベストでしょうがしかし習近平は経済合理で動かない面があるようです。推測するるに彼がが番危機感を覚えているのが 中国の深刻な少子高齢化だと思います。合計特殊出生率はすでに日本をも下回り1.1前後、世界最低水準と言われます。2013年に一人っ子政策を廃止しましたが、少子化はますます加速しています。都市部の生活費の高騰がその現況だと彼は考えているのでしょう。今、中国の若者は社会通念上、家を買わないとほぼ結婚できないですが、 肝心の住宅価格が高すぎて生活が苦しい。加えて子供が生まれても教育費にむちゃくちゃお金がかかる。とても子供を育てるような余裕がない。このままではアメリカに追いついて世界一の大国になる前に次世代が育たずに衰退してしまう。 そんな火のような危機感が彼の心の中にあるのだと思います。少子化を止めるために金のかかる学習塾産業を潰してゲーム産業を潰してきた彼です。不動産業を潰すことなど何ともない。そう思っている節を感じます。もちろん彼らって広大集団を潰したとしても、 上手に経済運営をしてソフトランディングさせたいと思っていることでしょう。ただ、人類の歴史上、バブルを上手にソフトランディングできた例はほぼ聞きません。30年間上昇し続けた中国の不動産市場は、バブルのエネルギーがマグマのように溜まっています。住宅不動産の相場は、北京など大都市で年収比30倍から40倍、賃貸利回り1%から1.5%、 もはや理屈で正当化できないレベルまで高騰しています。英米圏や日本ならとっくの昔に調整局面を迎えているはずなのに中国の大都市部では今なお価格上昇中です。これまでバブルが弾けなかった理由は多くの中国人が固く信じている不動産は絶対に下がらない神話と。 いざとなったら政府が何とかしてくれるという安心感だったのですが、いざ広大見殺しとなった場合、政府が何とかしてくれるという安心感が消えるわけですから、不動産神話に疑問を覚えてしまった中国人が富に増えることでしょう。 家が必要であっても購入には慎重になり、シビアにコスパを求めるようになるかもしれません。そうなると、需要側の要因でマンション値引きが必要となり、ただでさえ資金繰りが苦しい不動産大手デベロッパーが苦境に立つでしょう。彼らが次々と倒産ということになれば、影響は世界中に及ぶでしょう。金融由来の危機なので、リーマンショックと酷似する形となります。信用収縮による需要激減。 というやつです例えばローンを組めなくなった中国人がトヨタの車を買わなくなりダイキンのエアコンを買わなくなると日本経済でも影響でかい話です中国依存がさらに高い韓国や東南アジアの経済はもっとシビアな打撃を受けるでしょう誰もそんな未来は望まないわけでソフトランディングしてほしいですが習近平が中国のトップである限りクラッシュの可能性は否定できない ということで、今、世界中がビクビクしながら、広大集団の行く末を見つめているというわけなんです。今回の動画いかがでしたでしょうか今日も最後まで見ていただき、ありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。